ハンバーガー、ハンバーガーとは焼いたハンバーガーパティを専用のバンズに挟み込んだサンドイッチの一種。アメリカ合衆国を代表する国民食であり、ファーストフードの一つとして各国にフランチャイ展開がなされていることから広く知られている。サンドイッチの中でハンバーガーとホットドッグ、サブ、形がサブマリンに似ているためが独自の名称を持つが、 ハンバーガーもあくまでサンドイッチの一種である。オーソドックスな調理例としては牛、または牛トンゴをひき肉、塩コショウとナツメグを適量振りかけて混ぜ込んだミートパティを作り、テニスボール台に丸めてから、平らに引き伸ばして両面に、若干ゲメがつくくらい加熱して、トーストしたバンズに乗せてから、ミートパティにケチャップをかけ、サンドにして食す。好みで、マスタード、ピクルス、 トマト、チェダーチーズスライス、刻んだレタスや玉ねぎ、ベーコンその他をパティの上にトッピングする。手で持ち、かじりつくのがポピュラーな食べ方である。レストラン等で食べる場合は、ナイフフォークを使用することもあるが、ファストフード店でそれらを使用せず、食べる場合、ウェットタイプなどと呼ばれる、ミートソース投液状の食材を用いた物紙袋、バーガー袋に入れて食べられる場合がある。 フレンチフライが添えられることが多く、セットメニューとして提供する店も多い。パンの代わりに、ご飯やレタスを用いたものや、肉の代わりに、大豆タンパクなどを用いたベジタリアンのためのベジーバーガーなど、多種多様となっている。ハンバーガー発祥の地アメリカでも、一部のハンバーガーチェーンでは、新しいメニューを作成する場合に、バンズにミートパティ以外のものを挟んだ商品も、 バーガーの名前を使うチェーンもできている。本来ハンバーガーと呼ばれるのは、基本的に、ひき肉のパティを丸いバンズに挟んだサンドイッチであり、ハンバーガーと同じバンズを使ってもパテ、バーガーがひき肉以外のものは、フィッシュサンドイッチ、チキンサンドイッチ、チキンサンドイッチ、ステーキサンドイッチ、ステーキサンドイッチ、ッチなどと呼ばれる。アメリカでは、蒸気のほか、バイソンやナ,ナメントリュの肉を使った、 ハンバーガー上料理もある。ただし法律上、ハンバーガーに含まれる肉は、濃む省令によって、牛肉100%と定められており、合いびき肉など、牛肉以外の肉が入ったものをハンバーガーと呼ぶことは、できない。例えば、植物由来のタンパク質からパテを作る、インポッシブルフーズ社は、自社製品を使ったサンドイッチを、ハンバーガーではなく、インポッシブルバーガーと称している。 ひき肉料理のルーツは遊牧民タタールに由来すると考えられているタルタルステーキに遡るとされている遠征の際馬を食料とした遊牧民が筋張った肉を食する際に食べやすく工夫したことがハングの由来とされるドイツに伝わったタルタルステーキはハンブルクで労働者の人気料理になるなどヨーロッパで独自の発展を遂げた 18世紀より米国に移住したドイツ人が食した独自のひき肉料理をアメリカ合衆国でハンブルク風ハンバーグステーキと呼称するようになる。1891年の文献にはすでにハンバーガーステーキの文字が見られる。ハンバーグをパンに挟んだ形状であるハンバーガーの誕生や命名の由来については諸説がある。1904年に 米国セントルイスで開催されたセントルイス万国博覧会の会場内でハンバーガーステーキを挟んだサンドイッチがハンバーガーという表記のもとで販売されていたという事実からも20世紀の初頭には専用の丸いバンと組み合わさり今日のハンバーガーの原型がアメリカで誕生していたと考えられるこの他1900年にコネチカット州 ニューヘイブンの食堂で開発されたという説や、ウィスコンシン州、シーモアのチャーリーナ・グリーンが1885年にハンバーガーを考案したという説もある。ナ・グリーンは当初地元の農業品評会に手挙げたミートボールを売っていたがあまり売れなかったため、これを平板状にし、さらにそれをパンの間に挟んだものを販売したという。ニューヘイブンでは、急いでいる客に巻かないようだったひき肉を焼いて、 パンに挟んで提供したのが始まりだと話している。また、ニューヨーク州ハンバーグ村は、ドイツの都市ハンブルクではなく、自身が、ハンバーガーの名称の由来であると主張している。1920年代には、ビリー・イングラムとウォルター・アンダーソンの二人が、カンザス州にホワイト・キャッスルを開き、1個5セントで販売を始めた。後に、アメリカ中に店舗が拡大し、これが、 ハンバーガーチェーンの先駆けになったという。ハンバーガーは1940年代にマクドナルド兄弟がカリフォルニア州に開いたドライブインでメニューに出され評判になったことでアメリカを中心に各国に広まった。その広がりはマクドナルド理論といいトーマス・フリードマンよりマクドナルドの店舗がある国同士は戦争をしないという学説が出されたほどである。 この説は1999年のアメリカ合衆国のセルビア爆撃で破られた。また、マクドナルドでは、ドナルド・マクドナルドというピエロの姿をしたキャラクターが使われている。また、外当国の国内通貨価値を知る上での経済指標として利用されることもあり、これはビッグマック指数と呼ばれる。日本ではハンバーガーチェーンが普及する以前から漫画、アニメの ポパイの登場人物として、ウィンピーという中年男がいつも食べているので知られていた。第二次世界大戦後にサセボに駐留した米軍を通じて本格的に日本にハンバーガーが持ち込まれたとされている。連合国軍最高司令官総司令部 GHQ に接収された三振ビルディングに1948年秋開店したレストラン ニューワールドサービスで提供されたほか、1950年には、東京、六本木に、ザ・ハンバーガー・インが創業する。また、佐世保の米軍基地周辺では、戦後すぐからハンバーガーを売り出す店があった。仙台市青葉区の細谷のサンド、1949年開業は、営業を継続している日本のハンバーガーショップとして、本最古であるが、同店は当初は、 山形県東根市のアメリカ軍キャンプ前に店を構えていて朝鮮戦争勃発のために仙台市に移転した経緯を持つファストフード店として日本に初めて上陸したバーガーショップは1963年に沖縄県北中城村八木原にオープンした A&W 八木原店であるただし当時の沖縄県はアメリカ統治下である同社は マクドナルドや KFC より10年も先駆けて日本に上陸している。日本には各種の店舗がある。牛豚肉のパティに限らず、鶏肉や魚介類、野菜料理、きんぴら等を具材としたり、パンの代わりに、米飯や野菜、レタス等をで挟んだりと、多様なハンバーガーが売り出されている。ご当地バーガーという地域おこしのためのご当地グルメも見られる。また、 ハンバーガー専門店以外の飲食店、個人店の他に、ハンバーガーチェーン店も多い。カキは、ハンバーガーチェーン一例である。挟む材料、サイズなどの違いにより、各国に様々なハンバーガーが存在する。ハンバーグのパティは、ひき肉を成形して調理する過程で有害な菌の混入、繁殖が生じる機会が生じやすく、これを原因とする。 集団食中毒の発生がしばしば見られる。重篤な食中毒を引き起こす、長官出血性大腸菌の代表格である、O157 自体、1982年にアメリカ合衆国オレゴン州とミシュガン州で発生した大手ハンバーガーチェーンの集団食中毒事件を、契機に発見れたものである。この事件を契機に、各外食チェーン店で、 ハサップの導入など衛生面の管理強化が進んだが、九百九十三年には、再びアメリカのハンバーガーチェーン店、ジャック・イン・ザ・ボックスの大腸菌集団感染があり、全米各地で被害者が続出して、社会問題となった。日本でも二千十八年、大手ハンバーガーチェーン、モスバーガー十九店舗にて、計二十八人が、腸管出血性大腸菌を百二十一による、 食中毒が発生した事例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。